はい、エプリ r ン o n e This is t k 今回も少し、まあ、ウクライナ情勢なんですけれども、あの、まあ、その前にもちろん奇妙なお話も不思議なお話もやっていきますので、ぜひお付き合いいただければと思いますが、あの、チェルノブイリに不思議な話、奇妙なお話が残っていて、あの、チェルノブイリ原発の事故が1986年に起きたんですが、あの当時ウクライナはソ連の一部でした。 それでそのチェルノブイリ原発ももちろんソ連が管理していたんですが、働いていたのはまあ、ウクライナの方々も多かったんですけれども、その事故が起きる直前に、なんと奇妙な生き物が複数目撃されてるんですね。それは赤い目をした黒い、なんだか羽の生えたような生き物って言われてるんですね。南米でよく言われるチュパカブラ、あるいはアメリカの一部地域で言われているモスマン。 このような生き物の系統ではないかと言われております。その直後に事件が起きた。まあ、事故ですね。で、その時、チェルノブイリの人たちは、わからなかったそうです。その後、少しずつ、まあ、ソ連からの報告もあって、急に大きな避難となったんですが、大量に避難させられて、そこはもう立ち入り禁止になってしまったんですが、当日は誰もわからず、 確か日曜日ということだったんですが、まあ普通に家族でスーパーにお買い物に出かけたり、まあ遊びに行ったり散歩していたり、あるいは家のベランダで日光浴してたりしてたそうです。まさかチェルノブイリ原発があんなことになっているとは知らずにですね。さらにそのチェルノブイリ原発のすぐそばに住んでいた家族なんですが、あのお父さんが、旦那さんがそのチェルノブイリ原発で働いていた職員で、 呼ばれたんですね、事故の直後に来てくれって。で、その家を守っていた奥さんは、その当時妊娠していたそうなんですが、夫が行って数日間、まあ、地下に隠れてたそうなんですが、なんと3気づいて、そこで赤ちゃんを産んでるんですね、娘さんなんですけれども、これがチェルノブイジリ原発の中で、事故の中で生まれたただ一人の、 赤ん坊だったそうです。で、このことをソ連はずーっと隠してたんですね。まあ、なぜ隠していたのかがわからないんですが、その1986年のチェルノブイリの原発事故の5年後にソ連自体が国として解体され、潰れてしまったんです。その後ロシアになったんですけれども。まあ、その当時ソ連もガタガタ。 していたようで、十分なことができていなかったって、ウクライナ人の方々はそれもちょっと思ってるんですよね。さらに、まあ、歴史を振り返れば、ウクライナの中で、まあ、あの、ソ連からのものすごい取り立てっていうんですかね。ウクライナ人が一生懸命こう、農業をして、育てた小麦とかをどんどんソ連が取っていってしまって、あまり食べるものがなくて、さらに冬も厳しいですから、どんどん死んでいって、菓子とか、あと、 流行病とかそういったもものののににかかっってお亡くなりになりたたウクライナの方々がすすごい数い数るんですよねえただ、これはソ連とかウクライナに限ったことではないですね、えもちろんそのイギリスとアイルランドの関係だったり、まあ、ポーランド、これもソ連絡みだ,だったりもいろんなところで歴史はやっぱり強い国が弱い国を搾取してきたっていうものはあるわけですね、えただそこからの反省を踏まえてじゃあこれからどうするんだっていうことが今、突きつけられてるんだと。 思いますが、ま、トーキーがちょっと疑問に思ってるのは、あの、国連の存在ですよね。で、あの、国連って、あの、常任理事国っていうのは5カ国あるんですね。ソ連、あ、ロシアですね。現在、ロシア、で、C 国、中国ですね。それから、アメリカ、イギリス、フランス。この5カ国が、なぜかその、世界の安全保障を担保する。俺たちが守るみたいな、 組織なんですけれども、全然守っていない、むしろ国連の存在がかなり紛争の地域の人々を苦しめてる結果になってしまってるんです。なぜならそれは拒否権があるからです。この拒否権っていうのは実は歴史を見ると国連の中でアメリカとソ連がバトったんですね。ものすごい戦いを繰り広げて、アメリカを拒否権なんていらないだろうと。 ところが、ソ連が一歩も引かずに拒否権がなければ、世界を守れない、俺たちが強く一致団結したところで、ようやく紛争も戦争も収まるんだろう、みたいなことを言ったら、この時にですね、アメリカ側についていたイギリスのその時、チャーチルなんですけれども、まあ、現在のエリザベス2世女王陛下が若い時に、その首相だったチャーチルですね。で、そのチャーチルがですね、 ソ連の言うことも一理あるかなみたいなことを言い出して、ひっくり返して、それでまあ脱してしまったんですよね、アメリカ側が。それで拒否権というものが誕生してしまったために、この国連の常任理事国の一つの国の反対もダメなんですね、あれ。例えば、日本は世界第2位にまで一時期は上り詰めた経済大国で、現在でも第3位の地位にあるんですね。 もう十分な大きな国なんです。なぜ日本が国連の常任理事国になれないのか。日本は確か第2位のお金を出してるんですね、今まで。ずっと国連にずっとお金を出してきてます。で、その実績たるやもう他の国の追随を許さないぐらいの実績を日本は国連にも上げてるんです。ですから、日本が常任理事国に入りたいって言ったら、ほとんどの国は OK したんですよ。 どうぞどうぞと。日本は本当に自分たちの言うことも聞いてくれるし、ある意味でね。えー、優しいし、なんか世界のことを一生懸命一緒になってやってくれるから、どうぞどうぞと言ってるのに、このソ連と中国がずっと拒否権を発動するもんですから、ずっと日本は入れないままなんです。なぜ日本が拒否権を発動されたら入れないのかというと、国連の基本が5カ国、この常任理事国と呼ばれる5カ国全員一致の OK サインを出さないと何事も通らないんですね。つまり今回もウクライナへの進行を止めろと国連では言われているのにソ連が拒否権発動したので全員一致じゃないので国連からはできなかったという苦い経験をまたしてるんですよね。2000年に入ってフランスがいくらなんでもこれはひどいということで拒否権の行使をやめようとか 言い出してるんですけど、なかなか進まない。そこもすでに、まあ、C 国とかソ連が拒否権発動するんで、もう、なかなか通らないんですね。しかもですね、2020年にシー国の,あの記事が出ていて、シー国の高官がですね、日本なんて一生入れないだろうと。さらにロシア大使が、まあ、日本に十何年いらっしゃるという、そのロシア大使がですね、はっきり言っていました。 G7. 日本は G7 に入ってますね。トップの国7カ国。で、これはですね、日本、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、えー、んだったかなそう,そうそう。その G7 に入ってるんですが、G7 なんて世界のあな、世界とは僕は思ってませんよと。ロシア的には G7 なんて世界の国とは思ってないし、国連こそが世界だということを言ったんですよ、堂々と。 で、この国連の常任理事国では全く何にも動かないので、国連は40年ぶりに国連総会みたいなのを開いて、150カ国以上の代表を集めて、一人一人5分か10分のスピーチをさせて、で、投票してですね、世界で本当に今回のロシアへ避難決議が採択されました。あの、もう大変なんですよね。40年ぶりに 動かしたぐらいなんで、さらにですね、イギリスがもう国連の常任理事国からロシアを追い出してもいい、追放しようって言い出してるんですね。まあどうなりますかイギリスは今回、このロシアに対してもかなり厳しい制裁を行っていて、なんと、ロシアの民間企業300万社で、300万社を制裁対象、つまりイギリスでのビジネスおよびお金のやりとり一切禁じると。 いうことも行っておりましてえ、さらにロシア系のオリガリヒ、オリガリヒっていうのは大富豪っていう意味だそうです。で、そのロシア系大富豪っていうのは、やはりこのプーチンにとっては、まあお金にもなるし、さらにあまりにもお金持ちだから反対勢力についたりしたら暗殺するみたいなことが繰り返されたりするんですけれども、今回、なんとロシア系のオリガリヒのお一人がプーチンを 捕獲したら、捕獲したらその検証金で1億5000万円ぐらい上げると言い出してるんですね。あんまりにもプーチンがひどいですからね。で、それは別に生きてようが死んでようがどっちでもいいみたいなこと言っていて、まあ、日本でも大騒ぎになってますが、 これは永世中立国のスイスが手厳しくロシアに制裁を加えたことによるだと思います。スイスは永世中立国なのでどこの国の味方もしませんというスタンスでこれまで来たのにその国の決まりを変えてまで今回はロシアに制裁をしてきた。そしてスイスっていうのは世界のお金持ちがお金を預ける場所で有名なんですけれどもそれは何かというとどんな人が自分たちのスイス銀行に預けているのか一切 公表しないからなんですね。ところが、ロシアに対して制裁した。スイスでロシアのお金が動かなくなった。つまり、オリガリヒたちの莫大な資産が動かなくなっているので、みんな怒り浸透だと思います。まあ、実はロシアでも反プーチンという方は大勢いて、有名な方では、ナワリヌイ氏。2020年8月に飛行機の中で急に体調を崩して倒れたんです。 彼はその当時朝から紅茶一杯しか飲んでいませんでした。それは飛行機を乗るために空港に行って空港の中で紅茶買って飲んでるんですね。そこに毒物が入っていたって言われてるんです。で、彼はその時ロシアのシベリアからモスクワに帰る飛行機だったんですが、途中で緊急着陸してそのまんまドイツの病院にあの飛行機で向かって、なんと 14日間だったか2週間程度意識不明。もう死ぬと言われてたんですが、ドイツの医者たちの懸命なこの応急措置で、えっと、措置で、とにかくまあ命は生きながらえたんですね。ところが、ロシアが早く帰ってこいと、いつまでドイツにいるんだと、ナ沼医師ワに言ったんですね。 もしお前が帰ってこないなら、こっちからドイツまで出かけて行ってお前を拘束すると言い出したんです。で、これにはですね、ドイツの医者たちも必死に抵抗しました。彼は今帰れる状態じゃないと。彼の体から検出されたのがノビチョクだったんです。ノビチョクってスパイなどを暗殺する時の薬らしいんですけれども、これはドイツだけのみならず、フランスやイギリスにそのサンプルも送って、ノビチョクが特定されてるんですね。 ですから、彼が今帰ったら暗殺される恐れがあるみたいなことも、やっぱり思われてたわけです。で、このノビチョクに関しましては、2017年か16年かに、イギリスでダブルスパイ、この、ね、二重スパイが暗殺されかかった、暗殺されたのかな彼はロシア人なんですが、イギリスに帰化したんです。イギリス国民として、イギリスで長年住んでいたのに、そこにやってきて、そのノビチョクを、 何だったかなその、確か彼の家の玄関の取っ手に塗って、それを触って死んだか意識不明だったかだったんですよ。で、かなりの高齢になっていた方なのに、そんな執念を燃やしてまで暗殺するのか。さらに、イギリスでは外国のスパイが、その外国の勢力によって暗殺されたっていうのが初めてのことだったらしく、 イギリスのプライドも潰されてですね、大騒ぎになったことがあるんですね。つまり、ノビチョクってロシア系の、そういった激悪らしくって、それが、この、ナリノワイさんの体から検出されてるわけです。それは、ロシアは否定してます。我々ではないと。はっきり否定してはいるんですが、まあ、世界は、どう見てるんでしょうか。それで、けれども、あまりにもひどいので、お世話になったドイツに迷惑を、これ以上かけるわけにもいかないということで、 ナノりインさんが自分で帰ると言い出したんです。で、彼は自分の弁護士を雇って一緒に帰るんですけれども、なんと早速、ロシアが彼を拘束し、牢屋にぶち込んで今に至ります。これは2021年1月に彼がロシアに帰ってきた途端に拘束されて、今も牢屋にいるんですが、彼のサポーターたちは今も活発に動いていて、彼のヘルプをしてですね、 え、インスタグラムとか SNS で、ナリヌワイさんの言葉をたまにこう流すんですけれども、今回、ウクライナ侵攻に関しては、ナリヌイさんからのサポーターたちの、ナリヌイの気持ちとしてですね、ロシア国民へ毎日毎日、彼らの、あの、ロシアの中の大きな都市の真ん中で、反戦デモをしなさい。 戦争反対のデモをしなさいという指令みたいなものが流れてるそうなんですね。え、それでロシアではもうやめろやめろと、戦争やめろっていうふうに一生懸命言ってるんですが、言うと逮捕される、拘束されるという何千名、七千名ぐらいになってるのかな中にはまだ小学生の子供たちまで拘束したり、80歳、90歳のお年寄りを拘束したりもなりふり構ってられないというような 状況なんですね。え、さらに JP モルガン、これアメリカの大手投資会社、JP モルガンが、ロシアは支払いもな、超だったかなものすごい支払いが今差し迫っていて、今月が期限と言ってるんで、2022年3月ですね。これ支払えなければ、 まあもしかしたら国として停止せざるを得ないんではないかと言われております。まず、こうやって他の国、ウクライナは一応独立してるんで、ロシアからすれば他の国なんですよね。で、他の国にこうやって侵攻するに当たっては、かなりのお金がかかるそうです。ロシア兵士に対しての食事、それからその制服とか、あとは武器もそれぞれ全部なんで、全部のお金で、一日何百億円、 たまに超に達することもあるんで、長引けば長引くほど、ロシアは不利になると言われております。それでもともとロシアのものだった、ウクライナが独立してしまったもんですから、もうそれが欲しくて欲しくてしょうがない。さらに、ロシアの港が、冬の間、すべての港が凍るんですって。で、貿易大国でもあるロシアとしては、もうすべての港が凍るので、 ウクライナが欲しくてしょうがないんですね。ウクライナの港は一応ロシアからは下に行くので南に当たって、港は冬の間凍らないらしいんです。ですからもうそこが欲しくてしょうがないので、とりあえず2014年にウクライナの中にあるクリミア半島、そこを占拠しました。今と同じ、全く同じ理由でですね、ウクライナの東側にロシア人がどんどん 移民として入ってきていて、彼らが長年そこに住んでるもんですから、ロシア語が話されてるわけですね。ところがそこ以外はクリミア語が話され、あ、クリミア語じゃない。ウクライナ語ですね。ウクライナ語が話されてるわけなんですが、そこと、その、ロシア人たちが住んでるところに対して、ウクライナ政府が非常にひどいことをしてきた。 虐殺もあったし、経済制裁もあったみたいなことをロシアが主張していて、彼らを私たちは自分の国民として守る必要があるから、ウクライナに侵攻してるんだみたいな理由をつけてるんですけれども、ウクライナからすれば、えっと、ウクライナに長年住んでるロシア人はもうウクライナ人だろうということなんですね。 ですから、なんでそれを守るとか言って、で、さらに確かにひどいことがあったのかどうかがわからないんですけれども、人権委員会みたいなところにロシアはなぜ訴えないのかっていうのが、まあ、日本からのスタンスだそうです。で、さらにロシアが言えば、言ったんだよって僕たちは国連に言ったのに、国連が耳を傾けてくれなかったっていうのをはっきりロシア大使が言ってるんですが、それはおかしいんじゃないですかって日本は言うんですね。常任理事国でしょって。 日本がどうしても入りたくても入れない常任理事国なのに、しかもロシアってこのタイミング、ウクライナに侵攻したタイミングで議長国になってるんですね。国連のアンポリでな、何がアンポリなんでしょうか。安全保障という意味なんですけれども、全く安全じゃないということなんですけれども、そのタイミングでこう侵攻してて、例えば東側を守りたいというんであれば、東側に行くのが通常らしいんですけれども、なぜか、 三つのルートから最初入っていってるんですよね。で、もうすでに首都キエフ、陥落間近みたいなことも流れてますし、まあ、今、まあ予断を許さない状況なんですけれども、この理論が通らないんじゃないかって言われてるんですね。うん、つまり、その、そこに、こう、自分たちが国として、プーチンがですね、こう、侵攻する直前に、その二つの地域があるんです。ロシアの、 国民が住んでるとロシアが主張してる地域がウクライナの中に2つあってそれが東側にあるんですけれどもこの2つの地域を独立国としてロシアが勝手に発表したんです。でも世間は認めてないのでチューブラリンな状況の2つの地域にもちろんロシア軍はそこにも行ってるんですがなんと長年そこに住んでるロシア人たちがロシア兵士に対して帰れ帰れの大合唱してるっていうんですね。つまり その、守るという意味がちょっとよくわからなくなってるんですよね。その、実際にそこのウクライナに住んでるロシア人たちは、この進行をやめろと、戦争をやめろと言ってるわけですね。で ロシアもひどいことするし、ウクライナのひどいことするしっていうことで平行線なんですよね。で、そこにはミンスク合意っていうものがあって、ウクライナが脱狂して折れてミンスク合意ができたと言われてますが、そのミンスク合意ってなんだっていうと、そのロシア人たちが住んでいる地域と、その首都キエフの間で話し合いをしなさいっていう取り決めなんですね。え、つまり、まあ、簡単に言えば、東京の、東京というキエフがあって、 埼玉と、えー、ま、神奈川にしましょうか。が、勝手に他の国から独立したって言われるんですよ。うん。例えば C 国が埼玉と神奈川を取って、これは俺たちの国だから、東京が話し合いを知れって言ってんのが民ク合意なんですね。で、これを全然履行してないっていうのがロシアの、ま、主張なんですよね。でも、 キエフからすれば同じ国なのになんで話が必要なのみたいなのもあるし、そこに住んでるロシア人たちもすっかりもうウクライナに慣れてしまってる状況らしいんですよね。だから、このクリミア半島を取った時のようにさっさと、このウクライナ全体を取ろうっていう、まあ、意図が透けて見えてるっていうのが、ま、現在なのかなと思います。これに対してはですね、かなり日本でも割れてるんですよね。まあ、陰謀論をこう、 極めていくと DS っていう組織には行き当たるわけですね。DS はもちろん実際にあるんですけれども、今はそれ言ってる場合かなってちょっと思うんですよね。もう今本当に戦争が起きていて、これすらフェイクニュースっていうんであれば、何を信じていいのかがもう本当にわからない。つまり、福島があったじゃないですか。311。東日本大震災ですね。これもアメリカとか他のイギリスとかいろんな国で陰謀論者たちからはフェイクニュースって言われたんですよ。 で、彼らはもう、アクターだと。俳優、女優さんを雇って、ひどい目にあったみたいなことを言ってるんだろうみたいなことを言われたときに、これに対して怒らない日本人っていないと思うんですよね。それを今、ウクライナの方々に対して言ってるようなもんなんで、やっぱりそういった考えはもちろん、あって自由なんですけれども、ちょっと今実際の戦争が起きてるんで、 今言うタイミングじゃないのかなと思ったりはしております。これがまあ、トーキーのスタンスで、まあトーキーとしては断言はできません。どんなことが隠れてるかわからない。で、その DS っていう組織に気づいた時にあまりにも強大であまりにも強いもんですから、みんな絶望感に打ちひしがれるわけですね。あ、もう負けたんだ。自分たちは奴隷になってしまうんだ。みたいな意識からもし DS に立ち向かう人が現れたら、必死に応援したくなるっていうのはわかります。だけども、 実際にじゃあ、ロシアが勝って、例えばシー国が勝って、ロシアやシー国のような世界になったら、それも奴隷みたいなもんじゃないかなって思うんですよね。どっちもどっちでどっちも悪いので、日本としてはどの立場を取るのか、日本としてはこの国をどうやって守るのか、まあ、そこにこう注目していって、みんなでこう、できれば日本という国を守り抜きたい。まあ、そんな気持ちは、陶器の中に、ま、強くあります。 ま、今回は、ちょっとしたトーキーの思いや、まあ、これまでの流れ、それと国連の存在意義とは何だというところから入ってみました。もしよろしければ、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは、おやすみなさい。